新潟県テレビ情報バックもだメだね関田ですどうも、関田正人です。お願いしますはい、今回は新潟県テレビ情報ということで、新潟県が紹介されたテレビ番組、どんな内容だったかご紹介していきたいと思います。今回もね、はい、勉強になりましたね。 さあ、今回、新潟県が紹介された番組はこちら。ガッチリマンデーです。はい。あの、ガッチリマンデーは以前にも桃太郎がね、紹介された時にこの YouTube で取り上げましたけど、今回は、謎のモーカリシティの秘密という、この枠で、新潟県は、新潟市が紹介されたんです。はい。まあ、これどんな内容なのか、めちゃめちゃ気になりますよね。で、ちなみにゲストはこの方。 はい。河合修一さんでございます。まあ、新潟県出身のね、有名人の中でも上位に、有名の中で上位に来ますよね。はい。日本バレーボール協会の会長になった。なんかね、ギロッポンでシースってイメージありましたけどね。すごい方になっております。で、え今回はですね、総務省が毎年発表する全国の都市の1世帯あたりの支出金額っていうのが毎年出るんですって。まあ、例えば餃子だったら宮崎県、宮崎市が1位だとか。 おもちゃの売り上げだったら島根県松江市が1位とか、そういうのが、まあ、細かに出るんですけど、なぜか、この売り上げ日本一になる謎の儲かりシティを徹底調査したんだと。面白い企画。今回、新潟市が紹介されたのはこちら。はい。カップ麺の1世帯あたりの年間支出金額がなんと新潟市が1位。 7,481円。まあ、平均値ですから、もっと上っていう方もね、見て思う人はいっぱいいると思うんですけど、調査した場所がこちら。新潟県ナンバーワンスーパー、ハラシン。あー、テンション上がる。加藤さんもハラシン知らねえな。それもなんかね、なんかわかんないそうっすか、ハラシンどうっすよ、みたいな。<laughs> とやりながら見ておりましたけど、あハラシンのカップ麺売り場は広いんですよ、ってずらーって並んでたんですけど、 あれどうなんですかねもう結構当たり前に見る。結構どこのスーパーでもカップ麺売り場ってめっちゃ多いじゃないですか。袋麺が向かいにあってカップ麺。もう一エリアみたいな。すごいってなってたけど、え他の県そうじゃないのかなとか、勝手に思うけどどうなんですかねで、これびっくりしたんですけど、まあ、あのー、日清カップヌードル。ね、日清さんとこ取材してましたけど、 購入金額。これカップヌードルの購入金額日本一がなんと、新潟県。はい。一人当たりの売り上げが日本一なんですって。知らなかったね。<laughs> そうなんだ。まあ、各家庭にカップヌードル1個2個ストックされてますけど、なんかストックがないと心配なっていう文化があるんじゃないかと。まあ、こう雪が降ったりとかしたら外に出られなくなるから心配だから買う。 ね。で、ハラシーの方も、雪の予報が出てると、やっぱカップ麺を買い込むお客様結構多いと。どうですか、皆さん。うんうん。確かになってなりますかはい。いや、そんなこと。いや、買うね。で、そして新潟市、もう一つ日本一があるんだよということで紹介されてたらこちら。はい。一世帯あたりのラーメン店にかける支出金額と。はい。これはあの結構ニュースになってましたよね。 山形市がずっと1位だったのを抜いたということで話題になってたんですけど、まあ平均13,734円。新潟にはういろんなとこにラーメン屋さん、住宅街にもあれば、まあ道路に面したとこもあれば、いろんなとこにある。それっても全国的にどうなんですかこれも新潟じゃ当たり前だから、わかんないですね。そう言われると。で、まあお店に小上がりがあったりとか。まあ確かにそういうとこも結構多いですよね。食堂みたいになってるとこね。 で、新潟市民めちゃくちゃラーメン食べる。まあ、これ市民というより、ま、新潟県民本当にラーメン食べますから。で、新潟には新潟五大ラーメンがあって、ラーメンの種類ってもお店によってバラバラだけど繁盛する。これなんでなんだっていうので、お話を聞いていた方がいるんです。それが、こちら。甲州飯店の三代目ご主人に、つばめ三条つばめ市へ行っておりました。ね。で、まあ、あの、昔は出前がこうたくさんあったと。 残業するからラーメンを食べるから何十人前くれよっていうことを結構あったそうで、で、ま、近場で手軽に食べられて体も芯から温まるラーメンっていうのは好まれたんじゃないか。で、さらに、新潟は力仕事されてる方が多いから、ま、みんなで体の芯から温まるので、ラーメンは好まれるんじゃないかというね、あの予測がされてましたけど。そして、あの、やっぱり種類がね、こう少ない、 と、飽きられてしまうから品揃えがどんどん豊富になるそれぞれのお店でね。で、家族で食べられるようにと小上がりも作ったり。まあ家族で確かに昼ご飯土日ラーメン食べに行くって結構ポピュラーなね、昼ご飯ですもんね。で、すぐに行けるように住宅街にもラーメン屋さんがあったりするんだよ。そうなんじゃないかと予測されておりました。<music> そして、たくさんのラーメン店がある新潟には欠かせない会社があるんだということでご紹介されておりました。こちら。 メンツーさんという会社でございます。阿賀野市にあるんですけど、製麺会社。ね。まあ確かに製麺会社欠かせないんだろうなとは思うんですけど、まあ1日20万食、全国のいろんなラーメン屋さんからオーダーを受ける。ね。およそ2000件あるこうラーメン屋さんからオーダーを受けるんだけど、そのうちのお客様のおよそ3割が新潟のラーメン店。700件ぐらいがあの新潟県の。 ラーメン屋さんだという風うに言っておりました。で、まあ、新潟のラーメン屋さん、それぞれこだわりがある麺を、それぞれすべて作り分けてる。なんですって。すごいですよね。メンツさん行ってみてえな。 はい。で、まあ、今日、こう、ちょっとご紹介、かけ合わせしてきましたけど、森永拓郎さんね、いつも出てますけど、こう、大手ラーメンチェーンってなかなか新潟に進出できないんだと。そういうね、話もされておりました。これ、ラーメン店に限らず、なかなか大手チェーン店のこう、飲食店って進出できないってね、特に居酒屋さんもそうですけどね。まあ、それぞれに個性があるから、そこに並んでっていうのが難しくて、こ来ないという。それぐらい、ラーメン、人気だと。嬉しい。誇らしい。 やっぱ加藤さんもラーメン文化あるあんま知らないねみたいな。もっと打ち出してた方がいいんじゃないのって言ってた。で、そこで河合さんが、いやもうに米と日本酒があるから。まあ、まずそこが PR されるから、みたいな話してたんですけど、ラーメンもどんどん PR していこう。<laughs> ラーメンを食べに新潟に来るっていう文化がね、出てきたら嬉しいななんて僕は思いましたが。これどうなんでしょうかね t て e でまだ見れるかなどうなんだろうかなもしよかったらチェックしてみてください。 それではまた来週チャンネル登録よろしくお願いします。